どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最強モンスターランキングやっていきましょう。このランキングですけども、対戦をメインに考えてます。で、対戦なんですけども、日に日に環境が徐々に変わるんですよね。今はこんな感じだけども、1週間後には結構変わってるかもしれません。まあとにかく1位から5位発表します。それでは行きましょう。それでは第5位です。第5位はシャンタクですね。シャンタクは特性根に持つタイプを持つモンスターです。根に持つタイプを持つのは他にもいるんだけども、その中でもシャンタクは特に強いと思います。使ってる人も多いしね。こういう根に持つタイプを持つモンスターは身代わりをずっと使います。身代わりで攻撃をずっと受け続けて、やられる時に根に持つタイプ発動して全ステータスを下げてやられていきます。本当に嫌なんですよね。で、シャンタクはプラスで嫌がらせも発動して、呪文封じ、息封じ、会心封じ、幻惑状態どれかを与えてやられていくんですよ。これでね、呪文色の時に呪文封じやられた時がマジで嫌なんですよ。俺ゾーマ使ってるので、これやられた時は本当にげんなりしますね。第5位はシャンタク、もう嫌なやつですよ。それでは第4位に行きましょう。第4位はシャドウ、L サイズの方ですね。シャドウ L サイズ、最近特によく見るようになりました。素早さが速いんで結構先制を取ってくるんですよね。で、特性が L サイズになるとやばい。1、3回行動、そして即死ブレイク大、この2つがついてるんですよ。で、基本的に使うキャラクターは即死耐性ある程度ついてるやつを使ってるんですけども、ブレイク大で耐性下げてくるので、どうしてもね、3連発ザラキ来た時がやられる時が結構あるんですよ。3連発は本当にやめて。で、これシャドウじゃなくって魔王の影と、キラーシャドウか、赤と緑のやついますよね。あいつらは、サイズ S で即死ブレイク台がついてるので、なんかこのシャドウパーティーみたいなのを最近2回3回見た気がします。やっぱね、この即死ブレイク台は結構脅威ですね。ちょっとこれ対策が必要かなと思ってます。第4位はシャドウですね。それでは第3位です。第3位はルバンカですね。ルバンカの L サイズの方です。特性が強いよね。まず防衛本能で HP 半分以下の時に受けるダメージが減って地味に耐えてきます。そしてさらに HP 半分の時で魔力暴走が発生しやすくなる。で、チーブレイク大、これですよね。ジバルンバがとにかく強いんだ。身代わりを貫通してくるので、身代わりの意味があんまりなくなってすごく強い。で、1、3回行動するし、やられた時には根に持つタイプ、もう何でもありで本当に強いです。メインでは使ってないんですけども、一応モンスターとしては作ってます。こいつ強いですよ。それでは続いて第2位です。第2位はゾーマですね。もちろんゾーマは L サイズが強いと思います。特性がやばいんですよね。まず氷結ブレイク大、そして氷結のコツですね。この2つ同時に持ってるのはリーズレットも一緒なんですけども、ゾーマの方が火力バカだと思うので、俺はゾーマの方をおすすめしたいです。で、 L サイズなので2回行動、これ確実に2回動いてくれるっていうのがいいですよね。で、いてつく波動、これたまになんですけども、使ってくれた時がすごく気持ちよくって大好きです。で、魔力の風は別にどうってことはないんですけども、秘めたる力、まあ敵がある程度耐久してきたとしても、こっちはどんどん強くなってくるので全然大丈夫です。本当にね、メインで使ってますゾーマ。まあ、ただし、氷結耐性をもろに入れてこられると負けちゃうんですけどね。でもゾーマめちゃくちゃ強いです。第2位です。
では1位に行く前に番外編行きます。ナイトウォーカー L サイズですね。これをねちょっと使おうかなと注目してます。昨日対戦でね当たったんですけども、まあその時はね運よく勝ったんですけども、これ運悪かったら負けたと思います。こいつはねちょっと運が絡むんだけども、すごく強いと思う。まず氷結のコツと氷結ブレイク台、まあゾーマとリーズレットと同じ特性を持ってますよね。火力が高い。でさらに、いきなり魔法カンタもこれ強いですし、魔力暴走率アップ大、いいよね。で特筆すべきはこの2つ、13回行動と山彦だね。マヒャデドス撃った時に、山彦が発生したらやばい。でさらに3回とも山彦とかだったら6回攻撃でしょ。これは死ぬよ本当に。まあまあ昨日のはね運よくこれ発動しなくて勝ったんですけども、これね運が悪ければ本当にぶっ壊れますよ。相当強いと思う。これ本当に、注目してます。もしかすると1週間後には使ってる人が多いかもしれませんね。それではお待たせしました、第1位です。第1位は光の番人ですね。使ってる人が本当に多い。光の番人も L サイズを使いましょう。めちゃくちゃ強いです。特性がやばいんですよね。電撃のコツ、そして電撃ブレイク大、電撃属性のダメージがかなり上がりますし、さらにロケットスタート3ラウンド目までダメージが増えるので、もうとにかく速攻されるんですよね。強い。で2回行動ですし、でこれよ、復活の祈り。力尽きた仲間を生き返らせるんだけども、周りを2体とも身代わりのモンスターにするのよ。しかも根に持つタイプの、でやられて根に持つタイプを発動して生き返って、でまたやられた時には根に持つタイプ。もう本当に嫌なコンボだよね。これを止めるために確かルバンカのパーティーが組まれたんだと思うんですけども、でもそれでも、運が悪ければこっちの方が全然強いので、これはねまだ使ってはないんですけども、自分で戦う時には対策しないといけませんね。本当に嫌なやつです。はい、ということで今日は最強モンスターランキングやってみました。今発売から1週間ですけども、日に日に、環境が変わってます。1週間後にはどういうパーティーが最強になってるのでしょうか、楽しみです。まあ、対戦とかの動画も上げていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。